皆さんこんにちは。南淡路市のにゃんころめピアノ教室、今日はスケールのおさらいをしてみようと思います。上達するためには何度も何度も反復練習を繰り返す、いつも先生が心がけていることです。ピアノもエレクトーンも弾けるってとても素晴らしいことです。簡単な曲に伴奏付けができるととても便利。皆さんよくご存知だと思いますが、主要三和音に終止形を理解して弾くことが一番です。終止形を理解していれば、どんな簡単な伴奏曲にも伴奏はつけられるものです。継続は力なりという言葉がありますが、何度も何度もゆっくりでいいんです。ゆっくりと練習を重ねることで独歩力もリズムも徐々に身につきます。それでは今日は旋律的単音階と和声的単音階、自然的単音階の3種類を弾いてみますね。蝶々には夜な抜き音階、蝶々のスケールは割と簡単ですが、単音階には3種類あります。和声的単音階、自然的単音階、旋律的単音階の3種類。よく同様には4と7の音を抜いて弾く曲があります。毎日少しずつでいいんですよ。楽譜が読める、アナリーゼできる、それはとても素晴らしいことです。単に楽譜を目で追うだけでなく、テキストの絵から曲奏やいろんなイメージをしながら弾いてみる、興味のあるキャラクターや興味のある食べ物、ペットの名前などに置き換えてみるのもピアノの楽しみ方の一つです。今日は旋律的単音階、自然的単音階、和声的単音階の3種類をおさらいしてみますね。日々の練習を少しずつ無理をしないでやってみる、必ず上達するものです。それでは、先生も曲を弾くときは和音の流れ、曲の形式、いろんなことを少しずつ理解しながら弾いています。頑張りすぎずにで
できることをやってみる。誰でも自分のことを覚えていてもらい、褒めてくれる人の話はきちんと聞いてくれます。いつも先生にいろんな話を聞かせてくれますが、誰でもよかったね、もう一回先生聞きたいな、ここはもう少しこうやったらもっともっと上手に聞こえるよという褒め言葉、うまく子どものやる気を起こさせる言葉をかけてあげることが子どもの上達への近道です。皆さんも良い言葉がけを自分にも相手にもかけてあげるようにしましょう。毎日よく頑張ってるね、かわいいね、それはどこで買ったの、いろんなことを聞いてあげると子どもたちは嬉しくていろいろ先生に話してくれます。音楽とはコミュニケーションでもあります。ただ音楽の技術を教えるだけではなく、最低限のマナー、こんにちは、ありがとう、ごちそうさま、さようなら、ありがとうございました、などの最低限のルールに、物や人を大切に扱う心、それもきちんと少しずつ指導することがピアノ教室のルールでもあります。子どもたちはもう少しこうやったらもっともっと良くなるよ、先生もう一回聞きたいな、もう一度弾いてくれるかな、というふうにうまく言葉をかけてあげると喜んでまた弾いてくれます。楽しみながら学ぶ、子どもの集中力を維持するためには、楽しいなぞなぞ、音当てクイズ、いろんな楽しいことを少しずつ盛り込みながら、音当てクイズやメロディー調音も少しずつ取り入れてやっています。曲をリレーのようにつなげてみたり、考えるってとても楽しいことなんです。機械のように完璧に弾くことよりも、心から音楽を楽しむ気持ち、いろんな曲がありますが、いろんなジャンル、いろんな奏法がありますが、毎日できることをやってみる、楽しみながらやってみることが一番です。人は興味のあること、好きなことには頑張れるものです。子どものやる気を引き出す興味づけが一番だと先生は日々楽しくやっています。いつも先生にいろんなことを期待してくれています。子どもというのは集中力を維持するためには、楽しい言葉、良い言葉がけ、だるまさんが転んだ、朝日小学、あっち見てほい、生まれたてなどとやってあげるととても喜んでくれます。楽しみながら学ぶことが一番。主要三和音や終止形はもちろん、音階にも少しずつ理解しながら、音階も理解しながらゆっくり慌てずリラックスしながら弾いてみること、手首の力を抜いてゆったりと弾いてみることが一番です。それでは単音階についてのおさらいでした。良い子の皆さんも頑張りすぎずに、夏休みはエンジョイしてくださいね。にゃんころめピアノ教室、かわいいすみっこ暮らしの曲、ファンファーレ、いろんな知っている曲を少しずつ楽しむことが一番ですね。Thank you.
などと子どもたちの知っているテーマ曲を楽しみながら弾いてみることもとても良い楽しみ方だと思います。それでは明日も楽しいお稽古を。単音階のスケールについての説明でした。頑張りすぎずに楽しむ気持ち、みんなが興味のある曲、好きなキャラクターを歌詞にしてみたり、子どもたちへの興味づけが一番だと先生は思います。それでは皆さんも頑張りすぎずにリラックスをしてくださいね。手首もゆっくり力を抜いてスクイーズのようにふわ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 、手首を柔らかくして弾いてみることが上達への近道です。それではまだまだ音楽講座は続きます。にゃんころめピアノ教室でした。